話を聞くように。私は酒に人生をかけてきましたが、そんな私が今後輩に言えることは、年に2回以上酔いつぶれる人は認知症の確率が上がるらしい。落ちたら踏んでつぶれたるわ。老後が飲みすぎ。
はいはい、高台留年です。あ、マジ？はいはい、卒業シーズンにぴったりの青春リミックス作ったんで、ぜひチルタイムしてください。はい、では今日の締めは俊平。